先日ようやく長期悲観旅から旭川へ戻ってきました。現在アップしている動画はね、その悲観旅の前半戦が終了したところですけど、まだまだその Vlog は鋭意制作中でこまめにアップします。そしてね、ちょうどその帰ってきたタイミングで、松屋フーズのカツ専門店である松の屋で食べたい期間限定品が、5月22日15時から販売開始したんですよね。早速ね、5月23日に食べに行きました。その内容はね、超厚切りロースカツ、以前にもね販売されておりまして、大人気の商品だったんで、再販されたんですよね。いろんなね、他の揚げ物とのセットにすることができて、ここにね掲載されている定食は全部株主優待対象となります。私実はね、すでに札幌のマイカリー食堂との併設店で、この超厚切りロースカツの期間限定は今年1月に食べております。もうすでに動画にもしておりますね。その時にね食べてすっごく出来がええと思ったんですよね。けどこの超厚切りロースカツは、松屋併設店では販売なかったんですよ。なのでね、旭川では食えずに、札幌を前乗りした時に食べたってわけです。しかしね、松屋フーズさんもそういうね、店舗で食べれるところを多くしてほしいっていう要望多かったんだと思います。今回の期間限定はね、沖縄以外のすべての松の屋で提供されております。そしてね、過去松屋フーズ株主優待でいただけるもう最高額の料理がね、今回提供されることとなりました。有頭大エビフライ、2尾とのセットです。1870円。以前ならね、もうこういうの1尾でないと株主優待対象ではなかったんですけどね、だいぶここ最近の物価高でこういう高額商品も、対象となりました。この日の晩御飯でいただくためにね、車を大町店へ走らせております。私は久々に見るね、雪のない旭川の風景です。ほんとこの涼しさがたまんないですね。気温15度、私には一番過ごしやすい気温です。なのでね、6月から、10月までは北海道から離れない、そんな生活が始まります。1年の半分はね、北海道で過ごし、またその1年の半分は雪の降らない地域で過ごす、そんなね、セミリタイア生活の理想形に近づきつつありますね。旭川大町店は松屋と松の屋の併設店となっております。ここのお店ちょっと少し決済方法がややこしくてですね、注文端末と決済端末が別々になってるんで、ご注意ください。お年召した方がね、操作方法わからずにスタッフさんに尋ねている姿をよく見かけます。で、定食はライスおかわり無料になってます。ただこれもね、店内にその提示がないんでね、分かりにくいですね。この大町店で、おかわり可能だってことがね、知っておられる方が少ないと思います。机に座るとこんなチャートがありました。私はね、 B のクーポン利用すべしとの結果でした。卓上の調味料系もね、ほんと松屋は多彩ですよね。ずっとここ最近海外生活長かったんで、これだけ無料のものがいっぱいあることがね、なんかちょっと不思議な風景です。特に無料でドリンク飲めるのは、日本はやっぱええ国やわって思いますね。海外どこ行ってもね、水でも有料ですからね。
タイではね祭りはなかったんですけど、台湾ではあったんで、3度ほど食べました。この動画説明欄にリンクしておきます。お目当てのね一番高い定食を株主優待で、相方と2食分ただ食いです。さすがに約3700円分の金額はでかいですね。その松屋フーズ、最高額1870円の株主優待ただ定食、超厚切りロースカツと有頭エビフライ2尾定食です。さすがにねこのカツとエビフライのセットはこの値段は感じるボリュームですね。特にエビフライのデカさはすっごい主張を感じます。2尾クロスしててねその存在感たっぷりです。ご飯はね大盛りで注文しております。さらにねライスここからもおかわり自由となっております。ロース肉の旨味がねギュッと詰まったボリューム満点の超厚切りロースカツ。松屋のねとんかつは熟成チルドポークを使用しておりまして、特製生パン粉がねサクッと香ばしいです。美味しいですね。私はねここの松の家の特製ソースの味は好きじゃないんでいつも中濃ソースでいただいております。味噌汁はねもう店内で食べるとカレーでもついてくるのが、松屋フーズの特徴ですね。さすがにこのカツのうまさはね何度も松の家が短いスパンで再販する、そんな自信をこの超厚切りは伺いますね。そしてエビフライはタルタルソースにつけてですね、この大きさのエビフライはもう過去松の家以外で食べたことないですね。本当最高の大きさです。頭から尻尾までねプリプリの身が詰まっております。そしてたっぷりのキャベツの千切りで箸休め。私はねごまドレッシングよりも、フレンチドレッシング派です。そして卓上の紅生姜は、牛丼でも一緒には食べずに最後に口の中でさっぱりさせるために、これと玄米茶で終えるのが私の流儀です。2023年にいただいたね株主優待もあと2枚、ただまたね6月に、株主優待12枚、今年度分が到着するんで、今後も松屋フーズ期間限定ただ食いシリーズは続きます。